元気な、元気はもう気持ちは、元気な気持ちは 100%。 寂しいし、ほっぺにキラキラ、みゆみゆがつけてくれました。みなぎしみなみさん、卒業公演終わったね。あ、そうですね、今日コンサートがあってようで、あったようで、たくさんの有名人が、有名人、たくさんの AKB の先輩方が出演されたということで、母さんから連絡が来ました。興奮するですね。すごいですね。母さんも世代というか、母さん世代だったらね、母さんも出たの、いや母さんは出てないですね母さんは出てないですね。すごいですね。エモいって感じかな。連絡が来て、すごい、すごかったよって連絡が来ました。峯岸みなみさんは初めて、あの AKB の先輩の方で一番最初に話しかけてくれた方かな。小島真子さんと峯岸みなみさん、結構一緒にいてるイメージが、一緒にいるイメージがあったんですけど、 AKB の握手会で小島お子さんが卒業する前かな。小島お子さんと峯岸みなみさんのお二人がすごい仲良くて、でなんかあの STU に入ったばっかりで、なんか初めての握手会か、初めての次の日の握手会かどっちかで、でなんかすごいなんか挨拶を、あの挨拶をすることが大事だよっていう、まず基本中の基本を教えていただいて、 ST に入って、で実際にもう挨拶しまくったんですよ。もう2回すれ違う人でも、お疲れ様です、おはようございます、でもあの今までテレビで見てた人とか、そういう人にも挨拶をし、もういやなんかそういうもん分かんなかったので、どんな感じか、そどういう世界なのかなって分からないまま、もうずっと会うメンバーさんの方全員にも、スタッフさんにも、もう一人ずつお疲れ様です、お疲れ様ですって、ずっと大きい声で言い続けたら、その小島子さんと峯岸みなみさんがその挨拶を評価してくれて、評価ってか、なんか新しいグループの子ってなんか話しかけてくれて、ST やの子、 ST やなんですって、あ、瀬戸内のねって、挨拶いいね、
なんかまっすぐじゃねえみたいな、まっすぐだねみたいな感じでお二人の方に話しかけていただいて、なんか緊張しながらも、挨拶って本当に大事なんだなと思うエピソードでした。そう、思い出しましたか？マリオみたいな帽子に、マリオじゃないんですよ、カープの帽子に、カープの T シャツに、カープ、あの普通のオーバーオールの服着てたら、なんか、え、マリオじゃないみたいな感じになって、挨拶大事だなと思った瞬間でしたね。Bダッシュ懐かしそんなことがありました。そう、マリオの服着てるときに、もう初期中の初期、初期の話になりますよ。挨拶とかはよくする方です。初心を忘れず。こんばんは。なんかこう胸を張って自分が、あ、これやってますって言える、また増やしたいですね。当たり前のことだとしても、ちょっともう画面が汚れてる。嬉しい、書くものが近くにないんですけど、タワーが来ました、ありがたい。タワーが来たわ。前髪すごいことになってる。友達から別れろときっと言われ続けてたんだろう、なぜ君は感情的に僕のことを見てなかったらおしまいだ、悲しいね。
ばん。ココア田推し神吉千尋さん、ありがとう。タワーを。今日はホワイトボードを使いたいと思います。5月22日光るかしら。反射しないでほしいけど。おい、反射しない。ちいろさん、ありがとうございます。クマタワー、ありがとう。今日大人っぽいですか？テンションがまず大人っぽいですかね。落ち着いてるんで。あ、また足の豆が割れた。痛い。ありがとうございます、千尋さん、ありがとう。前髪これですけど、これ見えたらなんか2000買ったらいいんですね。なんかちょんまげだけすごい茶色。嘘、ちマミが割れるとかありますか？普段の生活してあんまりマミがめっちゃ割れるってことないから、これもなんか経験できてなんかいいですよね。素敵な経験だ。普段あんまりないですもんね、マミが割れることも。あるんかな、ある人あるか。今やってる全てのことが貴重な経験ですよ。今日は眠たいですね。走り切ったって感じする。疲れが切った。素振りたくさんして豆割れた音があり、素敵。練習した分だけ結果はついてくるでしょう。そう信じるのも。最近は朝ごはんをしっかり食べてるんですけど、朝をねしっかり食べて、お昼はあんまり食べないんですよね。で夜野菜、朝ごはんバナナ食べてるんですよ。どうですか？明日の公演は泣いちゃいますか？今からもう、いや、ちょっとなんか今めっちゃ泣いちゃいそう。
やばい、明日で船がラストだ。早い。STU の船は実はこれみんなにはなんかあんまり言うみんなちょっとみんなのこと泣かせちゃうかなこれから。いやなんか STU48 号はなんか逃げれる場所があって自分的に隠れれる場所というか、何て言ったらいいんですかね、公園とか新しいことが始まったりするときってなんか大体私メンバーとかよりなんか遅れを取っててメンバーよりできないみたいなことがめっちゃ結構あったりして、だからその ST48 号のなんかこう隠れれる場所があって、そこで気持ちを整理したりとか、なんかレッスン場とかって結構なんかレッスン場とかだったらもう、まあ、そのレッスン鏡の前と控室通ってすごいなんか自分が休んだらメンバーも休んだらっていうか自分がちょっとなんか考えたり考え込んでたりしたらなんかみんなも私の姿が見えるし、みんなもそれ影響されちゃうし、何があったんかなって思っちゃうじゃないですか。でも ST48 号は隠れれるなんか暗い場所とかがカーテンの裏とかがあったから、なんか周りにもあんまり影響、自分がなんかこう一人になれる場所とかで自分の整理がつけてまたみんなと合流できるっていう場所があったりしたので、 ST48 号ならではなんかなと思って今日の公演で話してくれたら泣きそうになりましたそう ST48 号はいろんな適した場所だなってなりましたねそうなんかよくなんか笑顔とかって伝染するじゃないですか、伝染したり笑う角に服着たりって言葉があると思いますけど、逆になんかこう自分がマイナスなこととか泣いたりなんかできないことにぶつかった時になんかそれを周りに出してしまうとなんかこう周りもそれ私の負のそのなんて言うんだろう雰囲気というか負のこのあんま良くない空気になんかこう流してしまったり、そういう空気にさせちゃダメだなと思って見せたくなくて、逆にだからずっとみんなのずっと元気でそれが私の役目だから ST の中のこうみんなを元気にプラスの雰囲気を作り出せる伝染させることかなと思って、だからあんまり周りにも
メンバーがいつも助けてくれる分迷惑だけはかけたくないんで私なりの何にもない恩返しだからしっかりしてますか。幸せになってほしいけみんなでね、みんなに。大人ですか。嬉しいですよ。私が ST に入ってもう5年だから、5年前だから12歳13歳、大人になってますよ。おあかんあかん、それ以上。あ、欲しい。欲しいけど、欲しい。何しよう何しよう。母さんがアイスくれた。メール見た？つった？つった？つって？私のメール見た？ごめん。ありがとう。あれごめん、狭いドア。さっき私がモバメで母さんにじゃないわ、モバメでアイス食べたいって送ったんですよ。母さんが持ってきてくれた。じゃあこれご褒美と明日の頑張り糧にいただきます。ありがとう母さん。何これ、何アイス。なんか今鼻詰まって、なんかあの味わかるかな。いただきます。メロン、おいしい。何これ、何味、ちょっと分かってないけど、おいしい。キュウリの味がする。なんか入ってる。美味しいし、すぐなくなりそう。こういうのちまちま食べたいんですよ。美味しい。コンビニで売ってるんですかこれ。キュウリ、これ何、何味。めっちゃキュウリの味がする。美味しい。頑張ってよかった。あの CM 見てるって感覚でちょっと食べるの見ててください。CM。 甘いきゅうり、うん、優しい母さん、ほんまに泣きそう。いや今もう人の温かさ、なんか溶けるすぐ飲み物飲み物の、これこの配信見ててアイス食べたくなった人いっぱいいるだろうな